今日はですね、12月25日クリスマス当日なんですけど、僕毎年12月24日のクリスマスイブに動画を撮っていて、で去年のね、2019年のクリスマスイブは仕事終わりに一人で六本木へイルミネーションを見に行った動画撮ってて、で一昨年2018年のクリスマスイブは AKB の握手会に行った動画撮ってたんですけど、今年ね何もね撮ってなかったんですよ。12月24日にせっかくねこれ毎年これから撮っていこうと思ってたのに、今年すっかり忘れてて、もう25日クリスマス当日になってしまったわけですよ。まあ、なので今年はちょっと1日遅れたんですけど、この12月25日クリスマス当日に、まあ、一人でね今からまあ夕飯食べるわけですけど、まあ、今日はちょっとねクリスマスらしい食事にしたので、まあ、そのね動画を撮ろうかなと思います。で今日のね夕飯はまあこんな感じなんですけど、ね、この3つはさっきスーパーで買ってきたものです。でこれはね自分で作りました。でまずねこれなんですけど、これは、フライドチキンですね。まあ、骨のない簡単なフライドチキンなんですけど、そしてこれが合鴨のパストラミ、そしてこちらがローストチキンレッグですね。でこの自分で作ったこれはですね、あの豚肉がちょっと余っていて、もう年内に使い切りたかったので豚肉とキャベツを炒めたものですね。まあ、すごい簡単にできるものなんですけど、まあ、これは自分で作りました。であとお酒2つですね。ちなみに昨日のクリスマスイブは何をしてたかというと、アイドルに会ってました。ここにねチェキがあるんですけど、まあ、これ昨日撮ったやつなんですよね。12月24日まあこんな感じですよ。なので今年のクリスマスイブは地下アイドルに会ってるし、去年は一人でイルミネーション見に行ったし、一昨年は握手会行ってるしね、もうね典型的な陰キャのクリスマスイブってやつですよ、こういうのが。まあ、とりあえずお腹空いたのでこれからね食べていきます。まあまず喉渇いたからちょっと水分補給しますね。これ美味しいな、初めて飲んだ単管レモン、いいっすね。この冬の期間限定のお酒って結構美味しいんですよ。これフライドチキンとかって美味しいですよね。すごいこういうね揚げ物のチキン好きなんですよ。でも昔に比べるとね、最近揚げ物が全然食べれなくなってきて、昔だとねほんとどれだけでも揚げ物どんどん食べれたんですけど、最近はねあんまり食べ過ぎるとすごく気持ち悪くなってきて、この胃のあたりが。だからやっぱこう年齢を重ねるとこういう揚げ物とかだんだん食べれなくなるみたいですね。でこれが合鴨のパストラミですけど、僕これすごい好きなんですよ。パストラミ結構ねスーパーでこんなん安い値段で売ってるしね、だからこれ結構ねよく買うんですよね。うん、お酒にも合うからね、これすごくいいですよ。じゃあ次はねこのローストチキンレッグ、すごい結構ね大きいですけど、ちょっと食べてみますね。うん、美味しいな。これもなかなかねこんな本格的なね大きいチキン食べる機会ってねないですからね。大体そうですね、クリスマスにしかいつも食べないわ。よく考えたら今日もう肉だらけですね。まあ仕方ないけど、まあでもこのね炒め物にキャベツ入ってるから、あとこの合鴨にもネギ乗ってるからね、まあ、まだいいと思うけど。でこれがね自分で作った豚肉とキャベツの炒め物ですけど、こんなね豚肉とチキンをね一緒に食べる機会ってなかなかないですよ。うん、美味しいわ。こんなねちょっと豚肉とキャベツ買ってきたぐらいでね、自分でサクッと炒めて作れるんだから効率いいですよ。安いし美味しいしね。でもこういうね炒め物食べるとねちょっとご飯欲しくなるんですよね。今日お米炊いてないんですけど、ちょっとこれは、うん、ご飯欲しいな。もうクリスマス終わったら年末じゃないですか。もう来週にはだって年明けてるんでしょ、多分。今日25日だからちょうど1週間後が1月1日ですか、多分。なんか何もしないまま終わっちゃった感じがするな。毎年ねもっといろんなことやって割と充実してるんですけど、今年はねもうこのご時世のせいでなんかすごい無駄な1年でしたね。ほとんど何もできてないし、来年は本当にね無駄のない年にしたいですよね。いい年になるといいですよ本当。ちなみにねちょっとねすごいこの前髪が目にかぶってて、めっちゃこの画面見にくいんですけど、髪の毛はね明日切ってきます。
今年最後の美容院予約してるので。そして食事は全部終わったので、最後にこのねいちごショートケーキのシュークリームを食べようと思います。本当はねなんかスーパーに売ってるちょっとしたケーキでも買おうかなと思ったんですけど、なんか別にそこまでいらないなと思って、まあ、それでねこのショートケーキのシュークリームってやつがなんか110円とかそれぐらいの金額で売ってたのでこれにしてみました。で僕ね結構シュークリーム好きなので、もうこれでね全然十分ですよ。ケーキじゃなくてもシュークリームの方がむしろいいぐらいです。うん、これも美味しいわ。なんか本当にいちごのショートケーキの味がしますね。いやなんか久しぶりにねあんな肉ばっか食べたからもうお腹いっぱいですよ。まあこんな感じでですね今年のクリスマスも終わろうとしています。それではありがとうございました。